大根おろし大葉パスタを食べたわ。ノンオイル。意識が高すぎる。あまりにも意識が高い。どうしようかな。なんかね、気合入んねんだよな。つうのもその、もう地下通路入ってまたさ、野良がいねえでまたあれだろ。エッグマンでも育てようかな、うん、こんな育てるやついるのか。可愛くもない、かっこよくもない。お前何ができる。中途半端なんだよお前売りが。三発下手のポケモンちゃんその強さを見せてやる。くれよほんと新しいの俺に。怪獣マニアのマサシペロリン。お前のどこを三発するってんだお前の。じゃあ神あったんかこいつ。もともと神あったんをなくしたんか。おお前も嫌い切りか。じゃあ俺は悪の噛みつき。ワニの噛みつきやぞ。どう跡形もねえだろもう。ワニの噛みつきだったのに跡形ぐらいはあるか。ドゥンドゥドゥンドゥンドゥドゥン。散髪するとな、なんか散髪っていうシステムあるのか。コインケース。カジノで使えそう。もう何なの？え、これ何？地下道なのになんでこんな観葉植物とかさ、ベンチがあるの？イートインスペースがあるの？なんだ？もう何ここ？フードコート？フードコートかい？フードコートでポケモンしてえわ。神だよな、フードコートでポケモンって。小6、小5、6の男子がさ、土日にフードコートのスペースでマックを買って、ポケモンするわけよ。神じゃね、それ。やるてー。家でパソコンで動画見るのとどっちがいいだろう、それ。ポーツつけがたいな。やめろや、なんなんだこいつは。レベル7だぞ相手。いやいや、ノーマルが電気効かないの。でも悪だ。やめろや、お前レベル7やろうが。敬え俺は。レベル27は悪。めちゃくちゃやられた。たかがたか、だからレベル7のやつに。え、しかもこいつらまださ大量に残ってる。ゲート。よこの糸の体力を。要塞だぞ。体力76もある。おぉ。体当たりにしよう。でも飛行でいいか。いや、でも待てよ。あ、電気って弱いんじゃないこれとして。俺は今気づいた。このパーティー電気むちゃくちゃ弱い。やべえ。まさしが教えてくれた俺に。俺これやばいんじゃないかとして。まあでも電気ショックあれになんない、関連しなければなんとかなるよ。おい、やばいだろこれはいくらなんでも。じゃあ耐えたりの方がいいか。関連やめろよ。まあどこなんいけるだろ。よしよし、あ、こっちの方がいいよ。急所か今の。まあいいや、耐えたりでいこう。てるき、もうホイールやめろよお前。最後レアコイルやったら死ぬぞ俺。うわ、このレベル9だよ。レベル7でもかなり強かったね。今まで無双を誇っていた伊藤とアリゲイツが、なんてこと、こんなちんまい奴らにこれだけの苦戦をしようと。てか電気誰が強いの。電気何が強い。岩くせえよな。岩か。岩なんて使いたくねえよ。もうもっと華々しいの使いてんだよ俺は。だって物しかないんだぞ。飛行と水だったらもうあとさ、炎、電気、草、エスパーとかで揃えたいだろうがよ。うわ、これ。でも、揃うとでもね、あれノーマルが効く。ってことあれか。コイル。もう一個属性ついたな、多分、鋼だな。知ってるぜ。鋼の存在、俺は。タイプの相性は詳しいけど、僕同じタイプのポケモンばかり使うんだよな。
自己分析できてるのこいつ。もういい加減にしてください。早く欲しいよ俺も新しいやつ。けど今休もう。ちょっと電話しないの俺。お母さんに電話するか。やめておこう。俺はボーイだから。俺はボーイだからそんなことで電話しないんだ。何もないときには。左。ポケモントレーナー？だったら私が素敵な電話番号教えてあげようか。うん、教えてくれ。うん。まさきの電話番号登録した。え、なんで？なんで？パソコンでポケモン預かるシステム作ったのまさき兄ちゃんなのよ。え？あ、妹なのここ。生まれ、ポケモン集めて私の息子のポケモンに詳しいのよ。まさきって言うんだけど、今園児のポケモンセンターに呼ばれて行ったわ。あ、そうなんだ。そうなんだ。いいよ。テレビだ。くれよ、あれを。あれを。新しいポケモンを。でもマジどうする？お。スロットでも勝てない。カードめくりでも勝てない。頭に来たから地下通路にコインケースを捨てたよ。じゃあもらうわ、それ。ゲームコーナーだよ。ゲーム用コインですか？ 50 枚1000円になります。いらないよ。でも俺めちゃくちゃ金持ってる子預けるとこねえの？もう勝つまでやめないわよ。好きにしてくれ。知らん。いつもこのスロットで遊んでるなんだか他に比べて出やすいような気がするんだ。みんなそう言うよ。最新型のスロットはいいね。玉虫で遊んでる時より挑戦しがいがあるよ。人生一発勝負、めくってめくりまくるぜ。あ、違うんだこれゲームは。カードめくり。やんねえけどな。景品何がもらえるの？あざましいんかよ。ポケモンと変われねえの？こっちかな。ケーシー、アーボ、ミニール。ミニール欲しくない？ちょっと。え、ミニール欲しくない？え、ミニール欲しい。でも、ミニール、でも金と銀のやつ使いたい俺。金と銀のやつ使うわ。でも一人だけいてもいいと思うんだよね。一人だけいてもいいと思うんだよね。オーディションしないとな。百貨店の地下倉庫で、かくれんぼ。多分なんかあるな。百貨店の地下倉庫に。うっ。ゴア島が古くなって倒れそうになったのを最新のラジオ局にしたんだ。怪しい奴がいる。ゴアラジオ島か。なんだよお前、動いけ。じゃあ怪しい、俺が行くわ。あれなんもねえ。ダンジョンかと思った。これぜ、え、まだ。何？ああ。当たるわけねえだろ、お前。何万分の1だっつうの。すべて外れ？あ、どれがカステりゃいいの？あ、そうなんだ。あの番号は5つの番号どれか当たってりゃいいんだ。楽だな、それ。制作室、局長室。これね、俺の予想じゃあ、どっかで乗っ取られる、こいつに。それでダンジョン化する、多分。今はいいや。てか、どこ行きゃいいんだよ、これ。何これ？え、電車？電車が来ない。こうなら代わりに私がお客さんを背負って。それは無理か。なんだ、こいつ。何も起きねえじゃん、まだ。いろいろあるけど何も起きねえ。教えてくれ、草薙京。自転車が新しくできたがどこにあるの？全然見当たらないよ。おい、何がどこにあんだよ。俺がいつ、あなたにはついてるのね。なんだか幸せそうだわ。そうかい。ポケモンに道具使ってあげるとすごく嬉しそうにするの。いつもポケモン勝負で負けて瀕死させてばかり。それが理由ならポケモンが懐いてくれないんだよ。懐くとこあるんだ。懐いたらどうなんだよ、じゃあ。強くなんのかい。くれや、自転車。おお。わざわざここに来たけど、自転車全然売れない。よし、任せろ。俺がお前のスポンサーになる。名前と電話番号教えてくれ。え、出前にあんのそれ。
お前なんかの電話番号が。あ、ねえじゃん、別に。使えるもん。やったぜ。でもこれが、もうそうじゃないんだよ。俺が今したいこと。もういける？もういけんのこれ。話しかけろ。ゼニガメ女房に水かけたら暴れ出したって話も聞いて。どういうこと？31番通りに友達に怒る。31ってどこだよ。そんなこと。太った男でいつも居眠りしてる。そんなこと、あ、いけるかなこれ。いけそう。行きたい。これクロス。これ終わった瞬間来ねえだろ、の上のやつ。あんたポケモンジムに行っても私もそうだね。おいおい、俺はお前と遊んでる暇ないんだよ、ほんとに。一個前もう、ずーっと二人だぞ、この。ローコン、ソロくれ、俺に。ソロくれ。お前が欲しい。水鉄砲。そのリーゼント欲しいぞ。ピュー。ピュー。やったぜ。一人だけか。テレレテテレレンテテレンテテレン。お罠がしか、おいなんてコンボ仕掛けてきやがったこいつら。下が通れなくなった。キャンプボーイのカズヤ。カズヤキャンプ編。もうこれならカモだな。でも一回下の方行ってさ、そしたら戻るだろ、また。それでいいよ。よし。ズバッと。ちんまいの。てか、マジくれ、新しいやつ。いつまでこいつらなんだよ、俺、この二人なんだよ。育てる楽しみが、まあ、あるけどさ。あるけど、次多分36とかだろ、進化するの。それまで何もないんだから、無の時間なんだからさ。何かくれよ、育てる楽しみ、俺にも。一切ね、スッカスカだよ、もう。こっから。うるさい。さっさと、捕まえさせろ、新しいやつを。あれ、この人？いや、違う。おお、なんか今めっちゃうまいこと言ったな。もういいよ、お前らなんかに構ってる暇ねえんだ。いいか、お前らなんかに構ってる暇ねえんだ。ほんと？憩いの広場、自然公園。あ、憩いの広場なんだ。怖い音楽に聞こえた、ちょっと。いいよ、憩いの広場。しかもなんか喧嘩吹っかけてきそうなやついるし。憩いの広場だぞ、ここは。もう、おかしくねえか、これ。なんで同じやつしか出ないんだよ。捕まえさせろ、新しいやつ。新しいやつを捕まえさせろよ、さっさと。もう半分ぐらい進んでるぞ、俺。いつまでフクロウと不安にしかいねえんだよ、俺のところは。お、なんだこれ。これ、何これ、デカグサ。え？でかい。おかしいだろ、これ。グランデも。ファニーとフクロウだけなんだよ。おい、ワニとフクロウとシンスケと。ワニとフクロウとシンスケと。もういいよ、フクロウは。ワニとフクロウとシンスケしかいねえだろ、今んとこ、ここ。なんかもう一人いてもいいだろ、ワニとフクロウとシンスケと。ちょっと不思議な女の子ぐらいいてもいいだろ。なんでいつもワニとフクロウとシンスケしか出ないんだよ、この動画は。帰っちゃうだろ、こう、見てる人が。ワニとフクロウとシンスケだけじゃねえか、いつまでも。顔返せ。帰ってしまう。なんと
むよね。それなんハゲ、ハゲと戦ってる暇ねえんだよ俺今。大好きだよ、ね、食毛してよ、その草を、でかい草を。ハゲてない、どっちだよ。ハゲなのかハゲてないのかどっちだよ。あれみたいなやつ、お笑い中でかい、ふっくらしてるライチュウ、なかったことにされてるライチュウ。うわこれは強いぞ、これはやべえ。まあ、そんなでもねえよ。あら、なんだ、あ、持ってた木の実自分でか。木の実強えな、ノータイムで回復するんだからよ。よっしゃ、ナリゲッツ育てよ。ドゥルドゥツェン、ドゥツェン、お前金持ってんじゃないか。わしのポケモンのがラブリー、おう、その可愛がってやってくれライチュウ。子供はライチュウに進化させねえんだよ最近、ひどい話だよ。ダン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 、もう袋絶滅させてくれ、もうここら辺の袋しか出ねえんだから。マジで、なんで袋しか出ないのこれ、腰くらい。マジで半分まで進んでんだよ、なんでワニと袋だけなんだよ。ひどいよこれじゃあ。どこがポケットモンスターだよ、ワニとフクロウしか出ねえじゃないの。おかしいだろ、自然公園でフクロウしか出ないって。サファリパーク的なもんじゃねえのか自然公園は。だったらそれらしくいろんなやつ出ろよもっと。おいおかしい、これカスタマイ電話するぞ本当に。このポケットモンスターとかいうゲーム、ワニとフクロウしか出ませんって。うわぁ、くそな、お、凍った木の実、どういうことなの。孤独の掲示板、同じ種類のポケモンでも強さはいろいろ、最初ほとんど同じでも育つうちに大きく変わります。そうやって廃人を、廃人を排出してるわけだね。君の考えは出てみせる、鬱陶しいやつだ。え、終わった後か、間が空くだろそれ。間が空いて何の話だか分かんなくなってくるだろうな。サイキッカーの芯、おお、ケイシー、ゲー、殺せ、もう殺してもいいぞそいつは。フラッシュ使わねえよな、フラッシュなんて。フラッシュ、これ重ね書き可能なの、命中率って。みんなバカな、私死ぬよあんなの、重ね書き可能だって。ケイシー仕方ねえ、はははいつの間にか飛脚が俺のパーティーの中に、いつの間にいたんだ飛脚。31番道路っつったな、まあ1匹ぐらいだったら置いといてやってもいいや。ユンゲン、何、え、強いだろこれは。ここは効くかな。これやばいんじゃないの。あ、よかった。え、なんでこんな弱いの。え、なんでこんな弱いの、ユンゲラが。あ、そうか、伊藤の特防は高い、伊藤の特防は高い。俺はそれ今思い出した、バリア体質だから伊藤めっちゃくれた僕も51、お前すごすぎるぜ、それは高すぎるぜ。さあ割れてみろ、お前当たらなかった。なんだそれ、こいつもテレビから干せ、こいつはもう二度と番組呼ぶんじゃない、こんなやつ、こんなやつ干せ干せ。本当に頼むわ、いいよワニと自転車、もう狭い、この出てくんなよもう。え、なんだなんだ、え、なにこれ、切る、やったぜ、これ楽できるな、覚えさせてよかったな。頼むぞゴミ
誰が捕まえんだよ、こんなのは。ニドランなんて。しかも金と銀だぞ、赤緑でさえ捕まえねえやつを。金と銀で捕まるわけねえだろ、大概にしろ。消えろ。ぶっ飛ばされるうちに。おお、また。どうなっているんだ、これは。いや、つんだよ、ほんと、ニドランとかよ。なんなんだよ、このもったいぶりモンスターは。いいじゃねえか、金と銀特有のやつをくれても。何が気に食わねえんだよ、ほんとに。何が気に食わなくて出さねえんだよ。出せさっさと。ドゥル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 ドゥ新しいやつ作れよ、ほんとに。何をするゲームなんだよ、これは。ワニとフクロウを育てるゲームじゃないか、ほんとに。え、マジ、出ない、全然、新しいやつが。取りたいよ、俺だって。新しいやつを。でも出てこないんだよ。気が狂いそうだ。気が狂いそうだ、ほんとに。ちっとも捕まえさせてくれない。学ぶ、モンジャラ。なんで敵だけ新しいやつどんどん使うんだよ。モンジャラ新しくねえか。綺麗矢切りで。刺激ザメ、そして後ろのトレーナーごと切り裂く。おなならな。うわ、結構いいだ。あ、そうか、草か。いかんな。これ、方法の出番だぞ。いやいや、いかん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 。そうか、タイプ差を考えてなかった。いけ、行こう。もう頼むよ、ほんとに。図に乗るな、飛行ボケモンだ、こっちは。2しか減らねえ、これは。おはてってでー効かん。このまま効かねえよ。1。ほんとに弱かったね、今。別に巻きつくと同じ連続行為じゃないか。それであんな弱いか。ちくしょう。伊藤、じゃあ先頭にしとくわ。よし。飛脚お前何なんだ。鬼ドリルか。鬼スズメか。飛脚。これ、あ、ダメなんだこれ。どこは出なかったけど。まだこれ試してねえよな。してけど、本当に。いや、新しいやつが全然出てこないよ、これ。捕まえらんないよ、これじゃあ。ずっとフクロウとワニだけだよ。ニドランのニドゲリ。え、もう出ないの、こいつしか、ここ。嘘でしょ、ずっと同じやつしか出ないって。何を考えてるんだ、これ。頭がおかしくなる。な、おかしいじゃん。新しいポケモン使いたいってやってんのにさ、なんでこんな昔のやつしか配置しないの。頭がおかしくなりそうじゃん、わしは。おかしいよ、ボケ。新しいのが使いたいんだよ、俺は。敵だけ見せびらかしてくる新しいの。これ何匹いんのこれ。まあ151だったよね。250ぐらいじゃないの。だとしたら結構出るはずだろ。気が狂いますぜ。発狂寸前。虫取りのようとポンパン。敵だけ種類豊富だね。こっちにはニドランとフクロウしか選択肢はねえのに。おお、いいぞ。俺の怒りを伝える、こいつに。ふん。邪魔すんなよ。ふん。愚か者。愚か者め。いいよ。頼ますぜ、ほんまに。ね、いいよ、もう。
ガバガバになってきた。この調子でどんどん増やしていこう、電話番号、うん、何かあったら電話するからね。友達ができました。お母さんの次やがせ、もう殺してくれ俺はもう。殺してくれ。これポケモットモンスター金銀じゃねえよ。金銀じゃねえもん。入ってねえもんだって、金と銀のやつ。こんなどうでもいいかつ昔出てきたやつが。あ、こっちに繋がってんの。もうちょい探す。もうちょっと探させてくれ。本当に。寝れねえよ、こんなんじゃ。自然公園上だよね。自然公園はフクロウだけじゃない、絶対。なんかあるはず。おかしいもん、その自然公園にフクロウしか出ない。バカらしいよ、もう。あ？見よ、この枯れ登るさばき。一体何なんだ。もう。あ、レベル 2？ 何だそれ。そんなことあるんですか。怖いな、これ。すげえ強いやつ。多分レベル上がっていくだろ。だよな。多分これ6、10、14ぐらいまで上がるぞ。そうなったら、やばいぞ。よし。まあ、伊藤と、特攻高いからさ。まあまあ、アビゲイルに比べたら、レベル10だな。と、クレイは次14だな。おぉ、いいね。よし、それだったらいいわ。よし。っていうか気づく。83体力 ?4 ずつ上がってる、多分。いいな。14だろ。まあ、なんとかなるよ、多分。いや、強えな、伊藤。お、ガクッと下がった。でもいい、別に。防御だな。楽勝だった。殺してくれ、俺はもう。え、なんだ？お母さん。あ、なんだろう。もしもし、しんすけ元気？今日お買い物に行ったら良さそうな道具が売ってたから。しんすけのお金で買っちゃった。ごめんね。でもパソコンに入れておいたから使ってね。きっと役に立つわ。ピッ。仕方ねえな。見たろ、今の。今のこの、方向転換システム。方向転換システムが生み出した悲劇を見たのだ。ヘラがいる。メンヘラには変わるな。頼む。もうフクロウだったら俺やめるからな、今日はもう。フクロウだったらいつでもやめる準備はできてるぞ。調べてくるわ、もう次。ダメだ、これ。全然出す気がない、新しいポケモンを。捕まえさせる気は全くねえ。調べないと。ねえよ、今日。ふて寝する。わがきしろ。焼き払え、この公園は。